マヌエル・アントニオ・ノリエガ・モレノは、パナマ共和国の軍人、政治家。1983年から1989年の間、独裁者として君臨した同国の最高司令官で、ある。DEA 捜査官に拘束される、ノリエがパナマ大学を卒業後に、ペルーに留学。帰国後、国家警備隊に入隊し、パナマの米州学校で訓練を受けた。 1983年、パナマ軍最高司令官に就任。隣国コロンビアの麻薬組織と結びつき、パナマからアメリカ合衆国へコカインなどを密輸するルートを私物化していった。さらに、反米国家のリビア人やキューバ人に対して、アメリカの詐称やパスポートを闇ルートで転売していた。1989年に大統領選挙に出馬したが、 落選が確実になると軍を挙げて、選挙の無効を宣言する。この時、尊厳大隊という直属の私兵組織を動員し、反対者に対して、暴力を振るうなどして鎮圧した。ところがその5日後、麻薬の不正浄化や在パナマアメリカ軍兵士の殺害、選挙結果の不履行を理由に、ブッシュ大統領によるアメリカ軍のパナマ侵攻を受け、アメリカ軍の圧倒的な物量差を前に、 パナマ国防軍は敗北した。戦闘による混乱の中彼は拘束され、麻薬密輸の罪で懲役40年の判決を受ける。フロリダ州マイアミで服役中だったが、模範州であることを理由に、刑期は短縮され2007年9月9日に釈放された。乗り江川パナマに帰国して引退生活を望んでいたとされるが、フロリダ州連邦地裁は2007年8月28日に、 ノリエガの身柄を契機終了後にフランスに引き渡すとする決定を下した。フランスでは同国内の銀行口座を使って麻薬資金の洗浄を行っていたとして1999年に欠席裁判のままノリエガに対し禁錮10年の有罪判決が下されておりアメリカに対して身柄引き渡しを要求していた。その後アメリカ合衆国国務長官 ヒラリー・クリントンが引き渡し命令に署名し、2010年4月26日に、ノリエガはフランスへ移送され、同年7月7日に、パリの裁判所にて金庫7年の有罪判決が下されている。パナマでは、性的であったウーゴ・スパダホラ殺害の容疑にて、ノリエガに金庫20年の判決が出ている。ノリエガはこれに対して、裁判で無実を勝ち取るとしていた。 2011年12月11日、ノリエガはフランスからパナマへ送還され現地到着後に収監された。彼にとって22年不利の母国帰国となった。2012年2月5日、ノリエガは高血圧症のため、パナマ市内の病院に搬送された。2014年7月15日、ゲームコールオブデューティブラックオプスににおいて、 名前を無断で使用され、誘拐犯、殺人者と描かれたとして、カリフォルニア州のゲーム会社、アクティビジョン・ブリザードに対し損害賠償を求める訴訟を起こしたが、同年10月28日、ロサンゼルス軍地裁は、80年代から90年代の当人の行いを考慮すれば、ゲームにより名声が傷つけられたという証拠を見つけるのは難しいとして、訴えを退けた。 2017年3月7日に脳腫瘍の手術を受け、直後に出血が見られ、渋滞と報じられた。同年5月29日、83歳で死去。日本の報道では、ノリエガ将軍の通称で呼ばれた。ノリエガは、1950年代から CIA のために活動していたと言われる。オマルトリホス政権では、パナマの徴報機関 G2 の責任者を務め、 CIA が G2 の訓練を行っていた。ブッシュ大統領が CIA 長官を務めていた1976年当時、ノリエガは CIA から年間11万ドルを受け取り、各地のパナマ大使館から得た情報を CIA に流していた。一方で、ノリエガはアメリカと敵対するキューバのカストロ政権やニカラグアのサンディニスタ政権など中米、 カリブ海のサハ政権とも関係を持ち、多重に取引をしていた。ありがとうございます。